はい、これはですね、はい、水戸黄門の方の、はい、方がご購入いただいた車両の準備、これからやっていただいているわけでございます。サイドカバー外して、タンク外して、そしてまずこのケーブルの取り回しなんかをちょっと見ましてね、うん、ちょっとやっぱり、まあ、こういう感じだから、で、あ、これはどっちですか本当にね、いろんなのあります、うん、で、これまたちょっとやりますよ、はい、ね、で、私はこれですね、何にも分かっちゃおりません、はい、大したこともできるわけじゃないんですけど、まあ一応ね、今うちができるなんでこれ緩まないの硬すぎない、これちょっと、硬すぎないの、え、何これ、おかしいな、外れないな、これで外れるはずなんだけどな、うん、まあ、ちょっとね、で、ヘッドライトのこれも外れないんですね、そう、もうね、一番最初にね、いろんな外すものがいっぱいあるんですよ、ね、なのでちょっと外していきますよ、はい、で、昨日はね、昨日、お客様がTS ね、持って帰られましたけど、ね、危なかったみたいですよ、後ろになんかトラックがね、こう、もうイライラしてるトラックがいたみたいで、でなんか横断歩道で、渡るね、方が、渡る、中学生がなんですかね、渡る方、人がいたから、止まったらしいんですけど、そしたら後ろのトラックがそれを、バーって抜いてったんですね、右にはみ出して、要はあの右車線に出てね、うん、もし渡ってたらね、まあ、多分パーン鳴らしていっちゃうんでしょうけど、まああれですね難しい、これね本当にね、徹底した方がいいですよね。なぜかというと結局ね、事故になるっていうか、ほらルールを守ってね、横断歩道は止まんなきゃいけない、渡ろうとしてる人がね、止まんなきゃいけない、で止まると後ろの車がね、それを追い抜いていこうとする、追い越す人がいるわけですよ。で渡ろうとした人がいたときにね、危ないじゃないですか。それで事故になっちゃったね、うん、もうそういうのね、いっぱいあります。私もなるべく止まるようにしてるんですけど、ちゃんと気づいてればね、うん、気づかないで、そのまま行っちゃったらって違反だもんね言うなれば違反じゃないですかね、か違反になっちゃうんですよ。だけど、まあ、もちろんじゃない、止まんなくていいんだったらルールによっては止まらないんだろうっていう世界になっちゃうんですけど、で結局ね、いるいないっていうことがあるんで、結局曖昧なんですよ、いつもね。そうね、あまりにもね止まらない人がね多いので、逆に止まってしまうとね、うん、危ないっていうね、うん、そういうことにもなりかねないんですよ本当に。それがねちょっと困りますよね、うん、これちょっと一応外して、これもう引っ張らないだろうね、はい、そう、で過去に私があった経験上ではですね、一番最近であれなのはね、このすぐそこにね、狭い道ずっと来るんですけど、で横断歩道があるんですよ、ポンっていきなりね、で後ろに、あれなんだろうなスカブかな、うん、白い白かなんかスカブだったかな、後ろをねずっとほらついてくるでしょ、そっちもほらスクーターが速いから、うん、でほら市街地っていうか住宅地なんで30キロ規制なんですよ全部、その中はね、まあ、一応30キロ規制、まあ、そうは言ってもやっぱりボートバイとかだとね、バーってすぐ出ちゃうから、40キロ50キロ出ちゃうからね、まあ出したいっていうのもわからないでもないんですよね、まあ、その気持ちは私はわからないわけでもないですけど、ただやっぱりね危ないので、渡ろうとしている人がいたからっていうか、横断歩道で待ってるからやっぱ止まりますよね普通ね、うん、止まらないと、まあ、余裕もあったからね、スピードも出してないし、そういう道だからで止まったのね、止まったら、それのタイミングとともに右からスカブがビューって勢いよく抜こうとしたら、もう渡ったから、渡る途中でちょうど私が止まってね、ちょうどこう渡ろうとしたで、後ろからブワーって来た瞬間急ブレーク当たり前だけどね、あっつって、それで、あんなーって感じでまたバーって行っちゃいましたけどね、どうすることできないですよでもね、うん、逆にほら私が止まんなければそういう風にならなかったでしょってことになっちゃうんだよ、おかしいんだよ、そうおかしいんですよ、
結局 守ることによって事故が起きるなら守らない方がいいじゃないかって話にもなってくるでしょ。そうすると、うん、だから問題なんですよ、まあ、ちゃんと守るって徹底するとかね、うん、そういうことが実は必要なんじゃないかっていうねことなのかもしれないけど、やっぱりなかなかねどうもおかしいけどね、うん、他にもいろいろありますよ。止まっててあのとその子供が船取り船のあそこはいきなり横断歩道あるとこあるんですよ。周りがちょっと生い茂ってて木がね、で上りちょっとの、我孫子の方から来ると上りなんですけど、柏の方から来ると上りであるんですよ。で子供が幼稚園児だったかな、待ってたから止まったん、そしたら見てね、それともにいきなりバーッと走って渡るとした対向車はほら止まる気ないから焦って、あーってピーッとそうで、お母さんがね後から来てカーッつって渡ろうとした時にカーッって走り出しちゃった。そうじゃ止まんなかったらそういうことも起きなかったでしょなるわけですよ。結局そうなっちゃ そう常にそうなる。でもやっぱり本来だったら止まんなきゃいけないからね、うん、それが交通ルールだから、うん、まあ、そういうこと言うと交通ルールならじゃあお前はスピード守ってるのかとかね、そういう話になってくるわけですよ、だんだんとね、うん、ただほら最低限守んなきゃいけないっていう部分はあると思うんですよ、ね、30キロのところを40キロでね多少ね、うん、出すとかね、うん、まあそれはねあれなんですけど、まあ、それをいちいちねあだこうだ言っても仕方ないんですけど、ただ形上分かる部分、分かるようなルールっていうのは我々守んなきゃね、うん、一時停止のところで止まるとか、ね、横断歩道で渡る人がいれば止まるとか、だから信号で一番分かるのは信号ですよね。赤信号は止まる、ね、青信号でも周りが例えば前が詰まってたら行かないとかね、うん、ちゃんと確認して問題がなくて行くっていうね、まあ、当然ですよね、そんなのね。でもやっぱりそういうのをやった方が、例えば教習所でやるときはみんな守ると思うんですよ。だって守らなかったら落っこっちゃうからね、試験受かんないから、だから守るんですよ。でもだんだんと守んなくなるんだよね、これ不思議なもんでね、うん、そうで、いろいろ言い訳が出てくるわけですよ。逆に止まると危ないとかねそういうことが出てくるわけです、うん、それによってもしね人がいて守んないやつがいて事故ったらどうするんだっていうようなね、うん、話にもなるわけですね。だから俺も守らないみたいなね、うん、止まらないんだっていうね、うん、あたかもなんか素晴らしいことかのようなね感じがするんですが、まあ、あの守らない言い訳にしかならないんでね、うん、じゃあ全て止まれ、お前じゃあ止まってんのかとかね、そういう話で、私止まんなきゃいけないとかそういうことを言うつもりでもないんですけど、やっぱり止まらないとっていうか、やっぱりそれによってほら結局それで事故が起きた時にね嫌じゃないですかね、嫌ですよね、みんな嫌ですよ、誰も幸せにならないんだね。そこですよ、問題はそこなんですよ。事故を起こすとね誰も幸せにならないんだよね、不思議なもんでね、なんかこう車のバイクね後ろがついてくれて、おラッキーみたいなね、ないですよ。そういうふうにあの現状に回復するだけですからね、それで儲かるなんてことないですから基本的には、うん、それによってもうねお金が入ってよかったとかね、基本的にそういうのはないんですよ、うん、現状に戻るだけですから、うん、でいいことなんもないんですよ本来は、うん、そうね、いろんな保険に入ってるとね、ね、なんか起きないかなとかね、そうがっちり入っててね保険金が欲しいっていう方いらっしゃいますけど、なんか本末転倒な気がしてね、うん、まあ、それもね分からないでもないんですけど、高い保険金払ってるとね、うん、何も起きない方がいいじゃないですか、ね、でも万が一起きた時のためにね、あれですから、いろんなねあれがありますけどね。まあ、皆さん冗談で言うんですけどね、イエーっつって、ね、そう冗談で言う、イエーっつってね、でも本当に起きたら嫌ですよ、やっぱりお金だけの問題じゃないのね。でも横断歩道やだよね、横断歩道やだ、本当難しい。で結局スピード出してれば出してるほど止まれないね、当たり前だけど、そうするとじゃあスピード出すなって話になってくるでしょ、当たり前だけど、うん、40キロのところで走ってれば手前の、あれ何メーターですか、25メーターの40メーターでしたっけ、横断歩道ね何メーター手前でしたっけねありますよね、あの菱形マークがね、うん、スピード出してなければ法定速度走ってればその菱形マークを確認して、あ横断歩道があるな、そして左右を確認してその先の
横断歩道の左右を確認して、いるかいないかっていうのを確認できるはずなんですよ。でもそれが40キロのところを60キロだとか出してると、それを気づいた瞬間にはもうあの渡る人がいてもあれっていう感じになっちゃうんですよ。で急ブレーキで止まるぐらいだったら止まんない方がいいっていう話になってくるでしょ。後ろが追突されるかもしれないとかね、うん、で中にはね、これ急ブレーキはかけちゃいけないっていうね、あるじゃないですかね。変な話になって、どんどん変な話になってくるけどね、まあ、いろんな言い訳ができちゃうからね、こうこうこうだからってね。だからスピードを出す出さないっていう話も、周りが40キロ、法定速度40キロのところを周りが60キロで走ってるのに、自分だけそれを40キロで走ろうとしたら、逆にね、それはおかしいと、そういうような話になってくるわけじゃないですか、ね、言い訳が出てきてね、ね、自分だけそういうのは良くない、周りに合わせなきゃいけないみたいなね、そういう話をね、聞きますけどね、本当にそうなんですかね、まあそうなのかもしれないですけどね、自分だけ良ければいいのと、なんかわけわかんない話になってくる。そういうのが、ね、みんなで破ればね、怖くないみたいな話になってくるんですよね。まあ、スピード運動が別として、やっぱりね、ちょっと、こうやって、なんでこのギリギリなんだろうな。ちょっとこれ、前も外せなかったな。外れた。よかった。それで外して。どうしてこんなことやってるかというと、ハンドルの角度があれなんですよ。寝すぎてるんですよね。まあ、もちろんあとあれ外すんですけど、ちょっとステムがね、これ硬いんでね、やっぱりね、これ外すね、こうやってね、そうだね、まあ別にあの緩きゃ緩いでっていうか、ちょうど良ければちょうどいいでそのままでね、いいんでね、はい、とりあえずやるところまではいい、今回はね、高くなった分少しやりたいなっていうだけなんですよ。やるから高くしろわけじゃないですか、ね、そうするとね、語弊がある。なんか他の店はじゃあどうなんだって話になってくるでしょ。確認してくださいね、まあ、別にとにかくね、あのあれです、まあ、別にこれどうでもいいんですけど、やるやらないはどうでもいいんですけど、買った人はね、満足っていうか納得されればね、それでいいわけですよ。そこですね。それが重要。だから、何やっても、いや、高いな、嫌だなっていう、だったらもう結局どうしようもないんで、そういうこともあるわけでしょ。仮にね、何に値段が、仮にこれが、ね、30万で売ってても、いや、高かったなって思う人も中にいるかもしれないですよ。そうすると結局、それじゃね、納得できないわけだから、もうちょっとね、ポンチマーク、どうしてこんなにポンチマークずらしてるのね、アイビューさんね。それが一応。あんまり寝かせてると、ここでね、これですね、ここだね、これはいいんですけど、よくあの中学生とかね、高校生でこういうふうにしてね、こういうのをこういうふうにしてね、あれはどういう意味なんですかね、意味があるんですかね。でね、あと後ろのね、あのリアキャリア、後ろの変だ、後ろにタイヤがついてるじゃないですか。で、まっすぐじゃないですか。まっすぐの方が使いやすいんですけど、後ろこうやって開けますよね、あの TS の純正キャリアみたいに。あれは何なんですかね、あれね、あれって単管パイプでとこグッてやるっていう話をね、あの聞いたことあるんですけど、はい、で、あれはちゃんとこう押さえてやらないと剥がれちゃうっていうね、なんかそんな話を誰かが教えてもらってきますよ、あ、やるときはこうやってやるんですよ、あ、そうなんだ、
じゃないと剥がれますよ。そうなんだ。そうなんですか。そんな話を聞いたことあるんですね。さて、そしたら、まあ、徐々にね、だんだんと進んでいってますよ。はい。これやってるとプライヤーで、はあ、何やってんの、何やらしてんのって思わないですかね。プライヤーです。知らない人もいる、ただプライヤーで回してるよってね、思うでしょ。ね、そうですよね。プライヤーレンチだよね。え、プライヤーレンチでしょって、知ってるって、回るんだよねって、すごい噛むんだよねって、あれ小さいのじゃないか、もうちょいだね。1段階締めるとね、結構、これじゃない、もう1個微妙なんだよな、あ、ここじゃない、もう1個か、これで2つぐらい動いてるでしょ、あ、これでいいか、異様に硬い。回らない。誰か動く。ここだとダメだもんね。この角度でやったらもうすぐここだもんね。回した瞬間に当たるよね。こっちなんで。先に緩めてからやって、それで締めます、はい、こういうやり方ですね、まあ、いろんなやり方あると思うんですけどね、はい、そうしたらですね、うん、ブレーキ、フロント周り、クラッチか、クラッチやるか、先にクラッチをやって、うん、ね、これすごいね、グリスいってベタベタ、反対側ちょっとやって、開けて、で、はい、やっていきますということで、今回は、長くまた長くなっちゃうので、これまでとさせていただきたいと思います。はい、とりあえずですね、やっぱり、まあ、ルールは守る、最低限のね、だから ここは守るっていうものがあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、やっぱそういうのがね、だからそれを徹底してすれば事故をね、もう激減するような気がするんですけど、まあ、全部自動運転になったらそれもね。でもオートバイが自動運転の車をバンバン抜いていくっていうこともあり危ないですね、どうなりますかね。もうオートバイ禁止なんでね、こうなったら大変ですよね。事故が増えちゃってね。もうオートバイ乗ってるっていうだけで、もうこう、なんていうんですか、厳しい目がね、そこに向くみたいな。嫌ですよね。だから、やっぱりね、まあ私も、バラ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 なんてね、感じで多分乗ってると思うんで、人のことはね、いろいろ言えないんですけど。気をつけたいなと思う次第でございます。はい。